オーディボンは、アメリカナ州国アイオワ州、オーディボン軍の軍庁所在地の都市である。2010年のアメリカ国勢調査では、人口2176人と前回調査の2382人から、減少した。市の名前の由来は、ジョン・ジェームズ・オーディボンと言い,い、当時、イギリスやフランスでも、著名だった鳥の研究家で、博物画家である。 オーデュボン市の1908年11月当時の街並み。左端一本目の都の字型の交差点に、プレスビテリアン協会、左下 T 字路に、私立図書館ほか宝石店など商店が並ぶ。オーデュボン市は1878年9月23日に、シカゴロックアイランドパシフィック鉄道が開き、同年10月15日に不動産の区画を競売に、 かけた総販売額は6190ドルである。その年の12月6日に鉄道が開通し、同月16日時点で、住宅50軒のほか銀行、雑貨店5軒、宝石店とレストラン各1軒、ホテル2軒、生肉店と家冶屋各3軒、バグ店と家畜厩舎各1軒、石炭販売店と材木屋各2軒、穀物サイロ一棟と、 穀物販売店3軒に加えて学校が建った。街を開いて、たった4ヶ月後には急速な発展ぶりから、およそ20キロメートル離れたエグザイラから軍庁を移転するという噂で持ちきりとなる。翌1879年、鉄道会社は後に、軍庁舎となる建物を建設すると、オーディボンに移転するなら向こう5年間、賃料を取らずに軍に貸すという。 同年の総選挙で、軍庁所在地のオーデュボーン移転が承認される。オーデュボーン私立図書館は、アメリカゴシックの恒例。1930年代にも外観は1912年完成当時のまま。街を開く責任を負った、鉄道会社に対し、オーデュボーンの成長の原動力は、エゼルバーとジェイフリーマンが担った。エグザイラの住民として、 鉄道用地と市内の不動産販売を取り仕切り、また、オーデュボンに引っ越した住民第一人の一人でもある。軍政ですでに顔を聞かせており、オーデュボン初代市長になり、1880年には市政の施行による法人化で著名になる。フリーマンは市民銀行の株の半分を所有し消防所長を務め、1882年に水道が敷設されると、その管理者に、 また1891年に発電所が置かれると、その所長も兼ねた。初代郵便局長は、アーサー・エール・サン・ボーンといい、1879年2月15日に任命される。郵便局の壁面には1942年に、バージニアス・スネデカー・バージニアス・スネディッカーが描いた壁画、オーディボンのーハイオとミシシッピ川探査、1820年が掲げてあり、 連邦政府の委託事業として1934年から1943年にかけて制作されたもので、財務省の旧会が彫刻家、後の美術家と呼ばれる部署が監督した。1878年から1879年まで初めて学校で教えたのはロバート・ハンターで、やがて学校の規模と生徒数は増え続け、1887年の秋、時点で、 教室発出に教師10名を揃えて、在籍する生徒は416人を数えた。1900年時点で都市として確立したい、オーデュボン氏は、その後、成長が鈍っていく。1915年時点の記録によると、公立図書館、弁護士9名、医療専門家10名、3人の獣医3名、生殖7名、銀行家4名に加え、その他多くの企業が運営されている。 オーデュボン市は1986年と2006年のアイオワ横断自転車ツーリングの指定宿泊地である。重心数形式の経度と緯度の座標は41.720323-94.928422である。アメリカ合衆国国勢調査局によると市の総面積4.87平方キロメートルで全域が陸部である。2010年の国勢調査時点で 市内の総人口2176人、総世帯数961世帯、586、家族が住む。人口密度は446.9人、平方キロメートル、全住宅個数1,106個に対する住宅、密集率は227.1個、平方キロメートル。人種構成は、白人セント、アフリカ系アメリカ人ント。 アメリカ先住民0.3%、アジア系0.2%及びに人種以上の混血0.3%。ヒスパニック、またはラテン系は人口の0.7%。全9 6 1世帯のうち18歳未満の子供と同居する世帯26.0%、48.4%が婚姻関係の同居夫婦であり、非婚女性世帯主8.5%、 非婚男性世帯主4.1%、非家族39.0%である。全世帯の36.6%が単身世帯で、65歳以上の独居は22%。全世帯の構成人数は平均2.18人、家族世帯は同2.82人である。市内人口の年齢中央値は47.5歳、18歳、未満人口は、

2000年の国勢調査の時点で、市内の人口2382人、総世帯数1035、646世帯が、暮らし人口密度は522.6人、経平方メートル、住宅1107個の住宅密集度は242.8個、経平方メートルであった。都市の人種構成は、白人99.33%、 アフリカ系アメリカ人0.25%及びに人種以上の根結0.42%ヒスパニックまたはラテン系は人口の0.34%を占める1035世帯のうち18歳未満の子供と同居の世帯24.9%婚姻関係の同居夫婦54.0%非婚女性世帯主6.9% 非家族37.5%であった。全世帯の36.0%が単身世帯で65歳以上の独居が23.1%を占める。全世帯平均の構成は2.18人、家族世帯平均は2.83人であった。年齢層、18歳未満22.8%、18歳から24歳4.9%、 25歳から44歳20.8%、45歳から64歳20.2%、65歳以上31.3%。年齢の中央値は46歳。女性100人に対して男性82.0人。18歳以上の女性100人に対して男性は76.9人。オーデュボン氏の世帯年収は平均三千六十八ドル。 家族世帯で見ると、同4万455ドルである。男性の平均年収3万1071ドルに、対し女性は、同19183ドル。この年の一人当たり年収は2万128ドルで、ある。家族の約5.9%と総人口の6.7%は、貧困線以下の暮らしを送り、18歳未満の6.9%。 および65歳以上の7.1%を含む。市の命名の由来となったジョン・ジェームズ・オーデューボンの銅像は市内の中央公園にある。市内の散歩道にもオーデューボンが探求した野鳥にちなみ、この地域で観察できる鳥のモザイクが200点が路面にはめ込まれている。図柄はオーデューボン作、アメリカの鳥類の挿絵から発想を得た。その他、市立図書館、郵便局、 市民会館に、オーデュボンを称える壁画や、ステンドグラスが設置してある。オーデュボン最大の名物は、名実ともに、大牛の像、アルバート。高さおよそ9メートル、重さ45トン、修道71号線から見える巨大さで、日没後もライトアップしてある。肉牛の飼育で栄えた時代の象徴。修道71号線とインターステート8 5号線が、通る。 オーディボンカウンティ空港は、市中心部から南へおよそ 1.6km、滑走路2本の簡易飛行場で、完成等はない。2018年4月時点の年間利用統計によると週平均22便、内訳は民間機の機構、域内の一般利用である。町の起源となった鉄道駅は1990年代に廃止。廃線後には、 t b ボーオントレールの愛称がつき、アメリカ歴史の道の公認区間である。全長21マイル、遊歩道兼自転車道として、整備、開放している。ありがとうございます。